はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、人類と聖書研究とお送りします。今日のタイトルはエサウすなわちエドムの歴史というタイトルでございます。ですね、これに関しては創世記の36章の一節なんですよね。これはエサウすなわちエドムの歴史であるということで、でね、ここからエサウの話になるんですよ。エサウはカナンの女の子から妻を迎えた、すなわちヒッタイト人のエロンの妻のアダンと、ヒッピー人ツィブオンの娘アナの娘オホリバマ、うんぬんつって、で、こういう人が生まれて、で、こういう首長になってとかっていう、その一つの民族になっていくですね、そのファミリーツリーがですね、描かれるわけなんです。で、このね、話って、こうちょっとね、今、またアングルをね、変えたり、アングルが全然一定にならないというですね、もういろいろやってみましょうね、この際で。ですね、このエサウの歴史なんですよ。エドムの歴史で、いわゆるそのエサウとヤコブ、アブラハムの子供がイサク、そしてイサクの言葉が、エサウと、ヤコブになるわけですよね。でヤコブの息子、子供たちが12人いて、それが12部族の族長となっていくと。で、そういうですね、系譜があるわけです。そういう、樹形図が描けるわけなんですけれども、ここで、ヤコブのね、その子供のヨセフの話が37章から始まるんですよ。で、ヨセフっていうのは非常に重要な人物で、で、彼はその、エジプトのね、宰相になるわけですよ。で、そのヨセフのね、その予言というか、ヨセフがエジプトから、イスラエルに帰っていく、骨となって帰っていくみたいな話が出エジプトにもですね、後につながっていくんですけれども。で、この基本的にはメインストーリー、鼻水がすいませんね。この、基本的にはその創世記の、そして聖書全体のメインストーリーというのはそのヤコブの線なんですね。ヤコブとその12の族長っていうのがそのメインストーリーなんですけれども、いわばそのエサウというのはサイドストーリーなわけですよ。で、ロトという人がいますよね。アブラハムの甥ですよ。で、彼に関しても後にモアブというですね、一つの国になっていくというか民族になっていくんですね、彼の子孫というのが。で、これもサイドストーリーですよね。なんかなんていうのかな、あれですか、僕もちょっとよく詳しくないけど、その例えばこうマーベルとかでなんかスピンオフ企画じゃないけど、マーベルって結局そのアベンジャーズ的なね、一つの世界観があるんだけれども、でやっぱりこうアイアンマンとかね、キャプテンアメリカとかが、主役を張るとしたら、なんだっけ、アントマンとかさ、あるじゃないですか。で、そういうアントマンで一つ映画が作られたりする感じのスピンオフ感があって、で、いわばこのエサウの物語ってちょっとスピンオフな感じなんですね。で、もちろんこの聖書全体がこうイスラエル民族、そしてしかもヤコブ、アブラハム、イサク、ヤコブで、で、その後のモーセにつながっていくという、いわゆるその十二部族の物語なので、そこが主人公なんですよ。で、じゃあ、だからといって、じゃあ、エドムとか、そのモアブというのが、なんていうのかな、なんか、格下だとか、そういう話ではないと思いますね、僕は。もちろん、先民がイスラエルだっていうのはありますよ、もちろん。それはあるんだけど、その、旧約聖書全体を見ても、神様って、イスラエルじゃない民族にもちゃんとですね、その祝福を与えたいと思ってる。それはイスラエルを通して、与えたいと思ってる。で、それが随所に現れるんですね。それはそのナーマン将軍の癒しの物語だったりとかですね、いろんなところに現れるんですけど、そういう意味で言うと、なんかこうエドムとかっていうのは悪でとか、モアブとかは悪でっていう、そういう、それでイスラエルナショナリズムの現れなんですよ。それが聖書にも染み出ちゃってるんだけど、でもなんだったらそのキリストってそういうものを脱構築した人じゃないですか、ね、イスラエルナショナリズムで言えばサマリアは裏切った、ね、地方だから切り捨てなきゃいけないです本当は。だけどイエス様はあえてサマリアの女の
片割りに座ったということで言えば、僕はこういうモアブとかね、エドムとかっていうことの物語がちゃんと記されているっていうことの中に、なんていうかな、僕はそういう神様の優しさを見るというかですね、すごいこういう話好きなんですよね、僕ね。だからなんかこうメインストーリーじゃない話も結構好きで、うん、なんていうのかな、あの筋肉マンとかで言ったら、なんかジェロニモの話とか好きなんですよね、僕ね。それでちょっと話がそれましたが、で僕のメモに移ってきますと、36章にはエサウの子孫たちの系図が載せられていると。でヤコブの物語が終盤に差し掛かり、その子供たちの物語が始まろうとするとき、一章を割いてヤコブの兄エサウの系図が差し挟まれると。でそもそも創世記というのはイスラエルの民族のルーツを明らかにすることがその書かれた目的の一つである。そのルーツはアブラハムという一人の信仰者の信仰の人に遡る。他にもロトはモアブ人の祖先イシュマエルっていう、イシュマエルっていうのはですね、あのアブラハムのそのイサクのお兄さんといいますか、その異母兄弟ですよね。でその奴隷のハガルを通して生まれたイシュマエルですよ。でイシュマエルはアラブ人の祖先だと言われているんですって。でだから今のそのね中東の地図でいうと、そのイスラエルという国がねアラブの諸国に囲まれてますけれども、あれはだからイシュマエルの子孫に囲まれているのであると解釈する、人もいるとね。で言うとですね、創世記はそれを読む人々とその周囲の民族のルーツを明らかにすることが書かれた理由の大きな一つであるということが分かるわけですよ。だから創世記っていうのはいわゆるその民族神話で、その民族神話っていうのは何かというと、その、イスラエルの周りにいるいろんな国々のルーツはこういうことなんですよということの説明なわけですよ。で、エサウすなわちエドムの歴史という言葉がこう今朝は心に留まったと。でアブラハムという一人の人がイスラエルという民族のルーツとなったように、エサウという一人の人がもうエドムという民族のルーツとなったと。でこう考えると、私というですね、今生きている一人の人間もその人生はちっぽけに見えるかもしれないが、今から10世代後の後には民族と呼べるほどに多くの人々に影響を及ぼすファミリーツリーの起点でもあると。でこれは結構そうですよね。でだから今のさ日本ってね、あんまりこうファミリーツリーとかって由緒正しいね、なんか天皇系ね関係あるとかわかんないけど、昔将ねその武将将軍だったとか殿様だったみたいな人はそういう家にね、おじいちゃん家に行くとそういう家系図があったりするかもしれないですけど、まあ僕みたいなですね一般庶民になるとですね、もうひいおじいちゃんの時点で何してた人かあんまよく知らないみたいになってきてその上とかもう分かんないっすみたいな母方も父方もでもそんな感じみたいな、感じで、でそういう家って結構まあ日本では多いんじゃないかなと思うんですよ。でまあ僕はとりわけそういう由緒がないんでまあそんなことで、だけどその DNA という意味では実はやっぱり残るわけで、いや僕の子供がいます、でその子供は孫がいます、その次の子供、次の子供、次の子供みたいな。でそうするとじゃあ300年とか400年とか経った後にですね、僕の遺伝子というのはですね案外いろんななんかこの地域一帯に広がってるみたいなことってあると思うんですよね。でそれを検証する人は誰もいないでしょうけど、だけどそうだと思うんですよ。ファミリーツリーの起点なんですよね、我々は一人一人というのは。でそれということは私の生き方っていうのは私だけの問題ではないっていうことが言えるわけですよ。で私の子供たち、孫たち、孫の子供たち、そのまた子供たち、そして世界の未来に影響を及ぼすほどの数にいつかなるかもしれないということが言えるわけですよ。でそういった集団を私は今という時間の中で内包している。だからなんていうかな、あのよくね、あの南米のことわざってかなんかであるんですよ、その一つのマンゴーの種の中にマンゴーの森を見るやつは賢者だみたいな、そういうんで言えば僕という一人のね、この一瞬の瞬く気の間に終わるような儚い人生かもしれないが、その中には実は歴史が内包されているのかもしれないっていうふうにも言えるかもしれない。ということは私の人生は私だけのものではないんですよね。ね、だとしたら私は神の前にベストを尽くし、神の前に自分を捧げた生き方を完遂せねばならないと。
で、それは私のためだけではないと。で、もうね、この時僕ね、うつ病のね、なんか再発があってね、もううつ病の症状で早く人生が終わればいいのにと思ったりするがって書いてあるんですけど、もうそれはなんか前向きになれとかいう話じゃなくて、うつ病って病気だから、それはもう前向きになれません。もうセロトニンの問題なんでね、で、思ったりするんですよ。で、でも、それでも私の人生は私だけのものではないので、だとしたら前を向いて歩き続けようと、まあ、うつ病の中。ね、再発する去年のデボーションなんでね、の中だけれども、まあ決意を新たにしたというね、そういうデボーションでしたね。まあそんなことですよ。で、ちょっとね、面白い話があって、ね、僕ちょっと見てないんだけど、一昨年だか去年だかの NHK スペシャルですごい面白い回があったんですって。で、それが遺伝なんですよね。なんかね、遺伝の話とかで、いわゆる獲得形質は遺伝しないっていうのは、僕大学でね、獣医学を学んでますから、遺伝学のもう ABC 基礎なんですよ。いろいろあるんですよ。生態、個体発生は形態発生を繰り返すであったりとか、獲得形質は遺伝しないっていうのはもうメンデルの法則とかにもよるんですけれども、どういう意味かというと、獲得形質は遺伝しないというのは、ある人がじゃあその人生の中で、めちゃくちゃね、バスケを練習してバスケを上手くなりました。そしたらその子供はバスケ上手くなるでしょうか、ならないっていうのが、まあ今までの遺伝学の常識なんですよ。で、まあこれって遺伝というものの性質を考えたら、そうだろうなと思うじゃないですか。で、もうそれはもう大学の教科書に書いてます。多分高校生物の教科書ぐらいでも書いてるんじゃないですか。獲得形質は遺伝しないという有名なテーゼがありまして。で、これも絶対的な法則だと僕は教わりました、大学で。だけど、実は最新の知見では、獲得形質は遺伝するかもしれないっていう証拠が見つかりつつあるんですって。で、それどういうことかっていうとね、例えばね、まあ、お父さんが、なんだろう、お父さんがその子供が生まれる前ですよ、子供が生まれる前にお父さんが自堕落な生活をしてブクブク太ってた場合と、お父さんがその子供が生まれる前にすごいフィットネスに通ってですね、締まった体をしてた場合、その子供が将来、まあなんか体がだるい体になるのか、締まった体になるのか、ちょっと影響するんじゃないかという証拠が見つかってるんですって。で、多分そういう知性とかも同じで、お父さんがすごく勉強したことによって子供の知性のスイッチが入るか入らないかってことが影響されるんじゃないかという証拠がちょっとずつ見つかってきているそうです。これは結構驚くべきことで、本当に常識が覆るとはこのことで。でね、なんでそうなるかというと、実はその獲得形質の一部は、例えばその知性を駆動するとかでもいいし、そういう運動能力を駆動するとかでもいいんですけど、そういうものっていうのは、要は一人の遺伝子ね、なんていうの、 DNA ね、ドコサヘキサエン酸で DNA ですよ、DHA か、それはDNA ですよ。で、デオキシリボ核酸ですよ。デオキシリボ核酸っていうですね、DNA っていうのがあって、それは二重らせんになっている、ワトソン・クリックが見つけた。で、その二重らせんのそのね、ヒトゲノム計画ってあるじゃないですか。それ全部読みましたよ ね、その計画が終わって。だけど、そのうち何をしてるか分かっている、そのいわゆる ATCG という塩基配列っていうのは全体の多分 1% か 2% で、 98% ぐらいは何なのかよく分かってないと。で、その中に例えばその自分が獲得形質ですね、自分が獲得した形質の、形質、ある形質を獲得することによって、そのデオキシリボ核酸ですよね、の中の一つのオフになっていたスイッチがオンになったりするということが分かった。で、それがオンになっていると、そのオンになった形質が子に遺伝するっていう証拠が見つかりつつあるんですって。これは本当にびっくりなんですよ。で、まあ、多少なりとも生物学をかじったことのある人ならもう目ん玉が飛び入れるような話で、ただそれはもう多分今は仮説の域を出てないんだとは思うんですよ。だけど結構これが本当だとすると本当に常識が覆るんですよね。で、そうするとですよ、皆さんね、
そうするとですよ、皆さんの生き方がじゃあ子供に影響するねって言った時に、その意味合いも結構変わってくるんですよね。で、特に今これからね、子供を授かるようなそういう年代の人にとってはものすごく影響する話で、で、もちろん子供ねが今もう生まれて小学生だよとかね、僕みたいに小さいよという人も自分の生き方が子供に影響するというのはもちろんね、それはもう背中を見せるわけですから影響しないわけはないですよね。子供は親のようになるんですよ。親が願ったようになるんじゃなくて子供は親のようになるんですよ。で言うと僕がちゃんと生きなきゃいけないなっていうのはもう当たり前の話、なんだけど、その、これから子供をね、じゃあが生まれるかもしれないとか、今恋愛してるとか結婚しようと思ってるとか、まあ、結婚相手のために祈ってるとかね、結婚して子供が授かるように祈ってるとかっていう人にとっては結構この常識っていうのはなんかもう本当にすごいことで、だから自分が一生懸命今勉強したことが子供の例えばその学習能力とかのスイッチが入ってるかどうかに影響するとか、自分がちゃんと体をメンテナンスしたかどうかで子供が病気にかかりやすいかどうかが影響するとかっていうことになってくると、これは結構すごいことですよね。僕はだから子供が生まれる前にこの事実を知らなくてよかったなと思うんですけどむしろねそんなこと知っちゃったらなんかもう怖いわなんかそんなちゃんとできないみたいに思うし、だけど、まあ、同時に、言えることはやっぱり僕らがどう生きるかというのが、そのなんだろうな、その聖書のね世界観で言うとね、この子がね盲目なのは親が罪を犯したからではありませんとね、イエス様おっしゃったように、そういう罪の形質っていうのが遺伝するっていう考え方はありません。それはね、日本的な因果関係とかそういうカルマとかですね、仏教的なそういうものに引きずられた考え方であって僕は否定します。だけどですよ、その信仰の遺産が引き継がれるみたいなのはやっぱり聖書の中にあると僕は思っていて、で、それはその性の遺産、ね、プラスの遺産もそうだしマイナスの遺産もそうなんですよ ね。だからアブラハムが嘘をついたのと同じような形でイサクが嘘をつくとかですね、よく見られるんですよ。でね、ダビデがまあ女性で失敗した、でソロモンは女性でもっと失敗したとかねあるんですよ。で、で言うとなんかそのじゃあ自分が神を敬うことというのが本当に、なんだろうな、子供に受け渡されるんだというか、それ能力とか別に運動神経とかね、頭の良さとかね、まあそんなになんていうのかな、それは一つの道具であって正しく使う人もいれば悪く使う人もいるんで価値中立なんですけれども、じゃあ自分がこう高潔に生きたかどうか、誠実に生きたかどうかね、インテグリティを持って生きたかどうか、嘘をつかなかったかどうか、そういったことがもし子供の形質に移転するとしたらば、僕は本当に襟を正されることでもあるし、同時に今僕がどう生きるかっていうのが本当にこうね、次の時代のために生きるんだっていうか、僕だけが良ければいいんじゃないというか、ものすごく大きな責任を背負っていることで、それは歴史を背負っているのと同じことでだとしたら、なんでかな、今日僕が神の前に誠実に生きるかどうか、誠実に働くかどうかというのは今日だけの問題じゃなくて未来を背負ってるんだってことがあるんで、なんかねすごく僕はこのエドムの歴史、そしてまたその遺伝獲得形質が遺伝するっていうちょっともう常識破りな仮説が出てきたというのがね、本当にショッキングだったんですよね。ショッキングであり、また襟を正されるというかですね、まあ、そんなことで、まあ、皆さんもですね、皆さんの生き方が皆さんだけの生き方じゃなくて、その子供、そのまた子供、そのまた子供っていくと、もしかしたらその地域全体を変えるようなですね生き方になっていくかもしれないということで言うと、今日あなたがそして私がどう生きるかというのは決して小さな問題ではないということが言えるわけですよ。というような感じで今日はエドムの歴史、エサウすなわちエドムの歴史というタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。